さあ始まりました、プリトチャンネル。ハロー、サスケです。アボギン君、今回はドッキリ。ドッキリといえばお団子、サスケさんのお団子ドッキリなんですけど、久しぶりだね。私は YouTube を見てたらですね、見てたらですね、はい、あるドッキリを見つけました。でこれちょっとやりたいなと思ったんです。どんなドッキリですか？じゃじゃん、ドライヤー。ドライヤーでドッキリ。ドライヤーを使ったドッキリなんだけど、この中に小麦粉を入れておくの。スイッチを押すとフワーって、確かになるなる。それをちょっとお団子に引っ掛けたいんだと思うんだけ ど、 なるほど。普通にね、これを使うタイミングで隠しカメラでやろうかなと思ったんだけど、今日にかけて風呂に入らないあいつは柔軟時間俺は監視してましたけどなかなか入んないから、店企画を今からやって引っ掛けたいと思うんだけど、うん、偽企画っていうのが、はい、お団子があまりこう髪の毛をセットしたりしない人なんですよ。なのでお団子改造計画という企画で、もうワックスをつけたりとかしておしゃれになりましょうよってことを言う、ね、でその前に一回髪の毛を濡らしてくれと、綺麗にしてワックス塗りましょうの流れでこれを使わせる。いけんちゃう？いけるんじゃない？賞味期限過ぎちゃってるんですよ。どっから見つけてきたんだよ、その小麦粉を。どこにあったんだよ、うちの棚の奥の奥の方に。ちょんちょんってて、ちょんちょんちょんだよって。こんな感じで多分一回これやってみない？今いける？出なかったら失敗に終わっちゃうから一回試してみよう。くそー、終わった終わった。絶対に踏んではいけない方向に生まれた。どうだった？立てた状態で生まれた。痛かった？痛いけど大丈夫。危ねえ、よかった、運動神経良くても。お前ら、おおおちょっと待ってよ。お前ら、おおおお前ら、おお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 お。今日はですね、あなたが輝ける企画です、はい、お団子改造計画。よいしょ。服装とか髪型とか、うん、太ってんのしょうがないから、とりあえずその辺をきっちりして、うん、いい男なんだぞっていうのをちょっと見せるよっていう企画なの。ありがとうございます。こういうことです。そう、うん、多分ちゃんとしたら確かにでしょ、うん、なのでまず服装からチェンジしたいと思う。自分の今、うん、できる範囲のいい格好をまずしてもらって、うんうん、で服をチェンジしてもらいました。はい、どうも。いいじゃん、はい、お団子。あ、その辺もエレガントに清潔感出た、うん、MC みたいだ。 T シャツと全然違うじゃん。続いて髪型、ワックスつけないよね。まあワックス全然つけないね、日頃から。お風呂入ってる？入ってるよ。ベタベタしてるよ、中華屋さんの床みたいな。もうベトベトじゃねえ。ワックスつけていきましょう。一回髪を濡らしてもらっていいですか？よいしょ。あのこれ、史上最大気持ち悪くない？これがワックス、これをつけていきたいと思います。はい、これでワックスしてセットすれば絶対かっこよくなるから。頼むぜ。はい、ただ軽くドライヤーで乾かしましょう。乾かしましょう。あ、自分で。はい、はい、なになになに、なに、おい、なんなの、なんてなあーい、なになになに、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 おい、なんなの、なんてなあー、なに、もう最悪、最悪。うわぁ、もう最悪。まぁ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、これ一丁だじゃん。やってるやん。やってる。完璧になりました。まるで雪がかかってるかのような。おしゃれ、インスタ映え。映え。うわ、遅かった、クソ。こうやってやってスイッチ入れた瞬間、なんかって白いの出てきて、いや壊れてんのって思って、もう親指ってた、その瞬間に。もう出てこないんだよ、もう出てこないんだよ、もう出てこないんだよ。もうこのため。ええ、ワックスは、え、あ、もうこのままお風呂入ってもらってちょうどお風呂入ってなかったみたいなやつ。
山本さんズームイン